ヨドバシカメラマルチメディア仙台は宮城県仙台市宮城野区にあるヨドバシカメラの店舗である。キャッチコピーは仙台に仙台の駐車場。駅ビルへの出店、鉄道降下したなどの駅前立地を活かした店舗を続々と開店する中、1991年仙台駅西口に仙台駅前店をオープンした。その後数回の移転を繰り返し、現在は ヨドバシ仙台第二ビル内で暫定の仮店舗として営業中である。過去には、ラオックス仙台店、桜屋、仙台西口駅前店と、現在では西口のロビー仙台と競合が続いている。桜屋は1999年に、ラオックスは2003年に撤退したため駅前の家電商船はヨドバシカメラの一人勝ち状態であった。 しかし2007年、山田電機が仙台駅西口にロビー仙台をオープン。ロビー仙台にはソフトバンクショップが併設されているが、当店には Y モービレの販売店が併設されている。マスコットキャラクターには719系をモチーフとした東北くんと205系3100番台をモチーフとした仙国くんがいる。 2011年6月、旧仙台ヨド橋ビルと近隣のマンションの跡地部分に複合型商業ビルを建設することを明らかにした。暫定店舗として利用することを前提に、地上8階、地下1階建て、延べ床面積36,118平方メートルのヨド橋仙台第二ビルを建設。2012年3月に竣工した。1階から3階が、 テナントフロア、4階から8階は、オフィスフロアとして利用される。2012年4月26日、淀橋仙台第2ビルでの営業を開始。店舗面積は、暫定店舗ながら、従来の約1.5倍となる1万5000平方メートルに、拡大した。2014年6月、淀橋仙台第1ビル計画の環境影響評価、事前調査書を、 仙台市に提出した。取り壊した、ヨドバシカメラ級店舗跡地に、A 棟8階建て、B 棟14階建ての新ビルを建設。仙台市に対し、音楽ホールや、第2ビルとの地下連絡通路、バス乗降場の整備、ペデストリアンデッキの延伸等を条件に、容積率の緩和を求め、市はこれを容認。敷地面積約万五千五百平方メートル。 延べ床面積約116,700平方メートル。2015年3月着工、2016年3月完成となっていたが、環境影響評価事前調査書再提出のため2016年10月着工、2018年10月開業に延期となった。その際 A 旨9階 B 旨7階建てに変更となった。2018年2月7日、 ヨドバシ仙台第一ビルの計画を変更し、ヨドバシカメラの店舗や商業テナント、立体駐車場、音楽ホール、エクセルホテル等級が入居する、商業施設としての整備を検討していることが報道される。この計画では、地上20階規模の高層ビルを建設し、施設全体の延べ床面積は約128,800平方メートル。計画変更には、 仙台市による溶石率の緩和が必要となるが、市も前向きとされている。早ければ2019年春の着工、2021年後半の開業が予定されている。2021年1月26日、淀橋仙台第一ビルの建設計画が本格的に始動することを発表。地上12階、地下1階の大型複合商業施設で、 2023年の開業を目指し工事中である。1997年から2012年までマルチメディア仙台として使用された店舗。2014年度に解体。ありがとうございます。